え？今後はドナルドを表に出さない？なんでですか？これは本社の経営陣全体の総意なんだ。このままドナルドを世に出し続けると、マクドナルド自体に支障が出てしまう。苦渋の決断だ。そうですか。多分ですけど、あの事件があったからですかね。今回は大手ファーストフードチェーンのマクドナルドのマスコット的役割を担っているドナルド・マクドナルドについてお伝えしていきたいと思います。正直見た目的にはマスコットとしての可愛らしさを持ち合わせているとは言い難いですが、インパクトはかなりあり、マクドナルドの顔的存在として認知されています。なお本名はロナルド・マクドナルドで、ドナルドと呼ぶのは日本だけみたいです。そんなドナルドは日本でもかなり人気を博し、一時期マクドナルドの CM では必ずと言っていいほどドナルドが出演していました。嬉しい時の合言葉、ランランルー。また CM だけではなく、アニメ化やゲーム化がされるなど、ドナルドの活躍は多岐にわたっていました。しかしそんなドナルドの姿を現在 CM はおろかメディアで一切見ることはありません。ドナルドが世間から消えてしまったのは2016年に起こったある事件がきっかけとなっているとのことです。ちなみに日本でおなじみのドナルドは実は8代目で、1960年に初代が誕生するなど、その歴史は意外と深いです。今回はそんなドナルドの歴史にも触れつつ、消えたきっかけとなる事件やドナルドの現在などについてもお伝えしていきます。先ほどの画像の初代ドナルドを担当していた人物は、アメリカで俳優兼コメディアンとして活躍していたウィラード・スコットさんという方で、ウィラードさんが出版した自叙伝でドナルド誕生の裏話などを告白しています。ウィラードさんによると、もともとマクドナルドはアメリカ子供向けの番組と提携して宣伝活動を行っていましたが、その番組は終了。その際マクドナルドの方から依頼を受けたとのことです。新たなマクドナルドのキャラクターを君に作ってほしいんだ。わかりました、やってみます。こうしてドナルドが誕生し、全国で CM に出演するようになりました。ちなみに初代は約3年間ほど続いていましたが、2代目以降はマイナーチェンジこそすれど、今の8代目のような姿みたいです。そしてアメリカ内だけではなく、日本国内でもドナルドが認知されるようになっていきます。あ、ドナルドだ、タンタンルー。ただ周知されればされるほどネガティブキャンペーンが発生するもので、マクドナルドに対するネガティブな意見がドナルドのマイナスイメージへとつながっていくことになります。その始まりは2004年、アメリカの映画監督モーガン・スパーロックさんが自ら出演したスーパーサイズ・ミーというドキュメンタリー映画を世に出したことがきっかけだとされています。今から30日間マクドナルドの商品だけを食べ続けたらどうなるのか、身をもって検証します。補足しておきますと、この映画には厳しいルールが3つほど存在しています。1つ目はどんな理由があろうと3食必ず食べなければいけないこと。1週間経つとさすがに飽きたよ。2つ目は絶対に運動してはいけないこと。もともと運動とか好きじゃないけど、運動禁止ってなるとなんか体を動かしたくなるよな。そして最後は L サイズを注文しなければならないこと。さらにその際、L サイズよりもはるかに大きいスーパーサイズを提案された際、必ずイエスと答えないといけないことです。ハンバーガーとポテトとコーラを L サイズで。 L ですね、スーパーサイズはいかがでしょう。スーパーって量が本当におかしいんだよ。ドリンクなんか 1.35 リットルだぞ。てか、なんで俺こんなルールを設けたんだ。スーパーで。ありがとうございます。お返しにスーパーサイズのスマイルをプレゼントします。ちなみにこの映画の影響もあってか、映画が公開された同年にこのスーパーサイズは廃止されています。このような生活をしていては健康に支障をきたさないわけがなく、撮影中2回ほどドクターストップがかかりましたが、モーガンさんは医者の制止を振り切って撮影を続行したみたいです。モーガンさん、もうやめといた方が。体脂肪もそうですけど、内臓脂肪とかもとんでもないことになっていますし。先生、あと一息で30日経つんです。
ここまで来てストップさせるなんてありえません。こんなところで終わったらただファーストクード食い散らかした痛いやつってだけじゃないですか。別に企画を完成させても痛いやつだと思われる可能性が高いんじゃ。まあとにかく気をつけてください。こうしてなんとか30日が経過しましたが、その代償はかなり大きかったようです。うわ、11キロも太っちゃったよ。さらに体脂肪も 18% 増加、脂肪肝を発症するなど内臓にも支障をきたしてしまいました。そして肉体面だけでなく精神面も蝕まれていったようで、難病にもかかってしまったみたいです。ああ、生きる気力が全然湧かない。正直このようなファーストフードばかりの生活をしていてはマクドナルドでなくても同じような症状になってしまうと思いますが、それでも体に良くないという印象を多少なりとも視聴者に植え付けることとなりました。ちなみにアメリカではそれ以降もしばらくドナルドはメディアに出続けていましたが、日本では2007年6月以降は CM に出演していません。日本マクドナルドはその理由を次のように説明しています。マーケティングの戦略上、商品やキャンペーン内容そのものを取り上げて紹介した方が伝わりやすいからです。ドナルドだととにかくそのキャラクターのイメージが強くなりますから。実は日本国内ではドナルドのイメージが悪いとか。いえいえ、そんなつもりはないです。ドナルドによってマクドナルドの知名度は高まりました。今後はドナルドが高めてくれた知名度をもとに商品をメインに宣伝していくって意味です。このように宣伝施策の変化からドナルドを CM で起用しない方針に変わったことが原因のようです。そして本社のあるアメリカ側はというと、2011年、企業活動を監視している非営利団体がマクドナルドに次のような提案をしました。いきなりですが、ドナルドを引退させませんか。はあ、なんでだ。マクドナルド製品は子供にとって不健康な高カロリー食品だという印象を持たれてますし、その販売促進にドナルドが一役買っていると思います。イメージを一新するためにもドナルドには引退してもらうことが必要なんじゃないかなと思いまして。そんなバカな。弊社はバランスが取れた食生活を提案している。そんなことをする必要もない。そうですか。まあでも考えてみてください。そのように非営利団体の提案を突っぱねたマクドナルド側でしたが、思うところもあったようで、それ以降経営方針を若干修正することにしたようです。そうだな、お金を払ってくれるのは小さい子供の場合だと大人だしな。大人に向けた反則をメインにしていこうか。あとは少しは健康に気遣うように野菜や果物も取り入れていこう。しかしこの時点でドナルドのメディア出演は多少減少したかもしれませんが、消えたわけではなかったです。しかし2016年、ドナルドが世間から消えてしまった事件がアメリカで起こることになります。あのレストランの料理美味しかったね、また行きたい。ああそうだな。あ、なんだあの人、風船持ってるけど僕のこと口に出しました。キャー。この二人が警察に通報し騒動が発覚。このピエロの目撃情報は多くのアメリカのメディアに取り上げられ話題となりました。このピエロ事件はそれ以降大混乱を引き起こすことになっていきますが、意外と事の発端について語られることはありません。このことに関して断言できるものではありませんが、通報した2人とピエロが元から結託していたという説があります。なあ、ちょっとみんなを面白がらせてやろうぜ。そうだね、なんか面白そう。さらにとある映画監督が絡んでいるとの説もあります。歩くだけでいいんだよな、なんか宣伝のためって言ってたけど。このようにピエロを夜中に歩かせて話題を作りつつ映画の宣伝も行っていたとのことです。これだけならすぐに収束したように思えますが、よほどインパクトがあったのか事態はあらぬ方向に進んでいくこととなります。ご時世的に一つ事件が起こればネットに公開されすぐに拡散されます。この騒動もピエロの姿がネットに上げられた結果、アメリカ全土に話が広まり、同じようにピエロの格好をする模倣犯が後を絶ちませんでした。さらにこの騒動を受けて一部の10代が面白半分に事態をややこしくさせていきました。よっしゃ、
ピエロを見たって広めてやら、みんな怖がるぞ。あとは学校とかに脅しをかけてやろうぜ。このように非道な行為をする方が続出し、1ヶ月で30人以上の逮捕者が出る始末でした。さらにピエロを見たのがよほど怖かったのか、ピエロに出会ってしまった10人に1人がピエロ恐怖症に陥ってしまったようです。ピエロ怖い。大丈夫だよね。外歩いてもお昼だし、ピエロなんてそんなに出会うもんじゃないし。ママお腹すいた、冷たいものが食べたい、アイス食べよう。はいはい、わかったわ。え、あれは風船？ピエロ？キャー！怖い。ママ、あのお姉ちゃんどうかしたの？さあ。こうして恐怖心からかピエロではないのに異常に怖がり、通報までしてしまう事例もあったようで、アメリカ全体は混沌としていきました。このような深刻な事態に、ホワイトハウスのジョシュ・アーネスト報道官がピエロ事件について言及したことがありました。アメリカ中の警察署は大量のピエロ関連報道と不満にも対処していて、保安とパトロールのための人員をさらに投入することを強いられています。確かに大変ですよね。実際の被害から騒動に乗じての誹謗中傷、そしてピエロ恐怖症の方への対処とかもありますし。くれぐれもバカな真似はやめてほしいものです。冗談半分でも刑事告訴されて一生を棒に振るかもしれませんし、その辺をよく考えた行動を取るべきではないかと思います。そのような助手捜査官の発言虚しく、事態は悪くなる一方で、アメリカだけでなくイギリスやオーストラリアでもピエロが出現するなど、とんでもない規模でピエロが拡大していくこととなりました。ただ幸いにも日本ではそのような事例は起こりませんでした。もしかしたら随分前にドナルドを CM から撤退させていたのが良かったのかもしれません。そしてマクドナルドにも被害が及ぶことになってしまいます。もともと愉快犯だらけのピエロ事件ですから、ピエロに似ているドナルドがマスコットを務めるマクドナルドが被害を被るのは時間の問題だったのかもしれません。ママお腹すいた、ハンバーガー食べたい。また本当に食いしん坊ね。じゃあたまにはマクドナルド行ってみる？はーい、マクドナルド大好き。キャー、あれピエロ？このようにマクドナルド内にピエロが紛れ込んでいたこともあったようです。この件で最も怒りの声を上げたのは、世界ピエロ協会のランディ・クリステンセン会長でした。ピエロってのはみんなを楽しませたり喜ばせるために存在するんだ。それが今はなんだ、恐怖の対象じゃないか。そんなことは絶対にあってはならん。そしてサーカスなどで活躍しているピエロのビジネスに多大な影響を及ぼすようになったとのことです。ここで疑問に思うことは、この騒動を生んでしまった元凶はどのように思ったかということです。誰が発端だったかにせよ、まさかこんな大問題になるとは一切予想していなかったのではないかと思います。おい、やべえことになってるぞ。どうすんのよ、だいたいあなたが変なこと言わなかったらこんなことにはなってなかったんじゃない？俺のせいだっていうのか？お前だってノリノリだったじゃないか。どうしよう、ここまで来たらもう言い出せない。ネットが普及した結果、本人がその気がなくても不適切だと指摘され大きな騒動になる事例は世の中にたくさんあります。ピエロ事件のようなことは稀かもしれませんが、自身の発言や行動にはくれぐれも気をつけないといけません。そして当時の世の中の風潮を重く見たマクドナルドは、とある決断をすることになります。今ドナルドを出すのはリスクが高いな。ドナルドはピエロに似ているし、事件を増長させていると言われても仕方がない。そんな噂が立ったらマクドナルドはもう終わりだ。実店舗にもピエロが来ているくらいですからね、仕方がないのかもしれません。このままドナルドを廃止するつもりですか？いや、それはない。このマクドナルドをずっと支えてくれたドナルドを無限に扱うなんてできないよ。それにドナルドにはまだ他の役目があるからな。確かにそうですね。ドナルドにはそれ以外の仕事で貢献してもらいましょう。こうしてドナルドはアメリカを含む全世界のメディアから姿を消すことになりましたが、
キャラクターとして存在が消えたわけではないようです。実はドナルドの現在の仕事は日本では多岐にわたり、学校に来ることもあるようです。マクドナルドはハロードナルドという企画を展開していて、ドナルドが学校に直接行って子供に交通安全や防犯教室、マナーなどを教えることがあるみたいです。いいかい、僕のような見た目が怖い人がいたら一目散に逃げて大人の人に助けを求めるんだよ。自覚してるんだ。まあ大人の私でも夜中に会ったら怖くて逃げ出すと思うけど。さらに日本全国にあるドナルド・マクドナルドハウスで会うことができます。この施設は病気の子どもの治療に付き添うための滞在施設であり、イベント時にはドナルドに会えることがあるようです。いやあ、調子はどうだい？だいぶ元気になったよ。ドナルド、ありがとう。ちなみにこの施設は 100% お客様からの募金などの寄付によって成り立っているようで、マクドナルドに行くと募金箱が設置されているのを見たことがあるかもしれません。もし見つけたら少しでも募金をすると、病気で苦しんでいる子供たちのためになると思います。ちなみに初代以外は誰がドナルドを演じているのか不明でしたが、8代目だけは判明しています。ラスベガス在住のジョー・マガードさんという方のようです。ドナルド役の話をいただいた時はびっくりしました。初めは断ったんですけど、思い直してその話を受けることにしました。そうなんですね。今では良かったと思いますか？もちろん、おかげで素晴らしい人生を送ってますよ。それは何よりです。今はアメリカで何をされてるんですか？マクドナルドのハッピーチーフオフィサーという役職についていて、人々に健康な食生活について教える仕事とかもしてます。ハンバーガーを食べてもいいけれど毎食はダメとか、そんなことを言ってますね。このように今でも仕事は順調で、ドナルドという役を楽しみながらこなしている様子も伺えます。ドナルドがいろいろな場所で認知されていたのも、役を担った方が楽しんでいるからこそその姿に引きつけられたのかもしれません。ドナルドって初代と8代目は誰がやってたんだろうな。なんか秘密みたいな感じっぽいけど。おっしゃる通り秘密状態ですね。日本マクドナルドで別にドナルドを立ててもいいと思いますけど、あくまで本社の意向がありますから。まあそうだよな。でもまたいつの日か復活してほしいって思うな。もし日本人の誰かがドナルド演じるってなったら誰がいいだろう？個人的にはお笑いコンビココリコの田中直樹さんがドナルドにハマり役だと思います。ただ演技力が高すぎるので、シャレにならないくらいの怖さを持ち合わせたドナルドになると思いますが、怖いもの見たさでって感じですね。 I was built to